準備はいい。リクエストにお答えしてついにやるよ、ベビーフードチャレンジ。僕流のルールでいくよ。ええ、わかった。それじゃあ食べる間は目を閉じて。目を閉じるの？わかった。信用していいの？それから席を交換しないと。席？いいから代わって。なんだかとっても変。君がベビーフード食べる、変だね。ケン、さ、立って張り切りすぎ。何か企んでる？さ、まずはケンが食べるんでしょ。私はこっち。違う、君が食べるんだよ。え、だってケンがやるって言ってたのに。残念でした。もう、うわ、これドロドロしてる、うん、オクラか何か。いや、それともナスかな。難しいかな、バナナだよ。簡単なの。バナナ？バナナじゃないわ。毎日食べてるだろ、ほら。バナオクラじゃない。さてと、次のはわかると思うよ。このまだ？もう目つぶったよ。ああ、ごめん。どうしたの？口を見失った。見失った。あ、人参、簡単。そう、人参は簡単。じゃあ3つ目。ほら、早く目をつぶって。次は何かしら。さあ、ちょっと、どうしたの？まだ？ああ、ね、ごめん、食べて、ほら。わあ、弾力がある、うん、豆腐？赤ちゃんで豆腐食べる？ああ、ゆで卵の白身だよ。ああ、いいじゃない、うん、私も白身だけが好き。次のは絶対わからないぞ。これはすごく特別な、特別？やつなんだ。いいよ。よし、行くよ、うん、開けて。わかった。はい、うん、大好きなレッドベルベットケーキじゃない。いや違うよ、バービー、バースデーケーキさ。え、なに？ハッピーバースデー。みんなローソク吹き返して。やだ、めちゃくちゃ可愛い。行くよ。願い事は？本当嬉しい。誕生日に何をしたい？そうね、いろいろ考えてたんだけど、これが私のやりたいこと、思いやりチャレンジをやってみたい。お互いに親切なことをし合うの、毎日ね。知らない人を褒めるとか、笑顔が素敵だと伝える、姉妹のお手伝いをする、誰かを笑わせる、傘に入れてあげる、当番じゃなくても皿を洗う、髪型いいねって伝える、知らない人にお花をあげる、ドネルさんにカップケーキをあげるのもいいね、ご近所さんよ。もし相手に腹が立っても言い返す前に相手の気持ちを考えてみる、相手の立場で考えるの。このチャレンジを始めるのが楽しみだわ。ピース。